疲れ様です。取ってますよ。どうですか、今日試合は。無事ね、契約できて、はい、よかったですね。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、契約できた心境は。いや、こっからが始まりなんで、うん、もう結果だけ求めて、うん、もうチームを勝利に導いて、うん、昇格できるように頑張ります、うん。どうですか、スペイン、今何ヶ月目？スペイン、今月で4ヶ月、あ、1月で決めたら5月、5ヶ月ぐらい。どう、慣れてきた？だんだん指示とか。基本的に慣れてきたんですけど、わ、うん、ま、からないことあったら、うん、コーチとかに聞いたり、うん、チームメイトに聞いたりして、うんうん、なんとか理解しようとはしてます。どうですか、監督は。じゃあどう、今の監督は、うん、もうすごい優しくて、うん、なんか教えてくれる一人、はい、大切にしてくれます、はい、こうしてほしいとかっていうのを、はい、しっかり伝えてくれると。理解してない時とかも、うんうん、呼んでくれて、うん、こうだよとか個別でね、はい、うん、なんか重要な選手としてって言ってたから、はい、そう見てくれてるもんね。そうですね。チームメイトはどうですか。チームメイトは、うん、どう、まあ、シャイだもんね。そうですけど、うん、話しかけてくれて、うん、自分が分かんなくても、うん、そのなんか優しく接してくれて、うん、マジで優しいし、なんか良かったなって、うん、チームメイトにも恵まれてるっていうか、うん。この間なんか点取ったんでしょ。はい。その後のとやっぱ全然違う。あ、全然対応が変わりました。うん。やっぱ結果出してから、うん、みんなのその接し方が変わって、うん、お前キャプテンだみたいな感じに言われたり。うん、冗談でね。はい。うん。なんて言ったの、それに対して。キャプテンだって自分が、うん、まあそうだねみたいな感じ言ったら、うん、もうなんかチームメイトが。うん、いや、お前キャプテンじゃない、俺がキャプテンだみたいな。あ、で、ちょっと冗談で、中指立てられたり、そういう面白い話もあるんです。そういう冗談も言えてますね。はい、なんとか。いいですね。戦術面とかはどう、やっぱり細かい、監督は。細かいし、なんか、うん、自分、なんですかね、やっぱ戦術やっぱもう複雑だから、うん、自分も理解できないこととかもあるんですけど、うん、そこは試合中とかも言ってくれたり、うん、あとはもう試合前に、うん、必ずコーチが自分呼んでくれて、うん、ちゃんと分かりやすいように教えてくれて、うん、でそれで自分も理解して。あ、試合前に呼んでくれるんだ、はい、あ、いいね。そういう面ではもう、うん、分かりやすいっていうか、もうちゃんと理解できてるかなっていう。なるほどね。どういうこと言われるの、実際に。今日は 何言われたの。今日は、うん、ちゃんと理解できてるかな。いや、今日はコーナーキックとか、うん、そういうところがメインで、メインで言われて、うん、マークとかね。そうですね、マークと、うん、あと手の動きとかでこういう動きしろとか、うん、はい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 、そういうところを教えてもらいました。ポジショニングはとかも言われる。ポジショニングはもう基本的にあの、うん、ゴール前っていうか、あの、うん、バイタルエリアで、うん、あの待っとけみたいな。ああ、なるほどね。感じですね、はいはいはい、自分は。なるほど。じゃあ今年はそういう感じで、はい、うまく監督とも話しながら、ね、チームメイトとも仲良くなりながらスペイン語を覚えて、はい、結果にこだわってって感じで、はい、やっていきましょう。頑張ります。はい。あ、なんかじゃあ最後に言いたいことっていうか、そうですね、なんかありますか、留学生に向けてというか、他の。留学は結局お金がすごくかかるので、やっぱ親の説得っていうことが一番大事だと思うんで、その説得するために自分がその留学して何をしたいかっていう、はい、その明確にしないと、うん、やっぱ親もそんな大金かかることなんで、うん、バン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 お金出せないと思うんで、うん、その何のためにっていうのを自分で明確にして、うん、そ
それを日頃からそのあの伝えられるようにその、うん、親が理解してくれるようにした方がいいと思う、うん、思います。なるほど、はい、じゃあ感謝してますよね、はい、両親には、はい、感謝してくださいね、もっと。そうですね。じゃあ頑張りましょう、これからも。ありがとうございます。はい。